こんばんは。今日は雷です。珍しくこの時期雷雨です。はい、ということで今日は栗ご飯を炊く日だそうです。どうだね、今日は何、なんていう日っつったっけ。十三夜。月さんが15日の2日前で、なんで栗なの。15円、いいもん、いちご入れて。あ、ちょっと待って、なんで栗なの、そもそも。お前、栗ご飯のが秋らしいじゃん。はい、米を1合で、米、うん、でもち米をもう1合、フリー赤飯だな。で2合で炊く。もち米1合と普通の米1合、うん、そして栗、これは麦栗、これオーガニック麦栗。栗の量こんなに入れるの？そのぐらい入れてもいいじゃん。まあいいけど、少ないよりはいいけど。うん、うん、そうだな。これいいんだね。無洗米だで一遍で。無洗米は洗わんでいいんじゃない？洗わんでいいけど。2合。はい。塩。塩先に入れるの？うん。で、溶け込みご飯飲んで。適当でいいね。はい、しょっぱいはいかんからね。ちょっと気持ち少なめに。で全部入れちゃおう。はい、栗を全部入れていきます。で炊くだけだから。はい、これで炊いていきます。あ、今日さっきあったのは朝やったやつ、あの漬物。どこにあった？家にあったやつ。粉で移したらあれ。はい、これで普通に炊いていきます。45分ね。むき栗なんだ。山梨から送られてきた栗でもやるのかと思ってた。山梨では今栗は食べない。できたかね。違う、ピーピーなっとったで。じゃあ何？え？はい、栗ご飯です。これむき栗って甘いんじゃないの？甘いよ。甘いってうんと甘くないよ。で味付けするの今から。味ついてるじゃん。塩入れたじゃん。やっぱ仕切った方が良かったかね。割れる割れる。はい、ちょっとこれで混ぜていきます。で塩味見る？向こう、うち行って、うん。じゃあ味見する、味見する。味がなかったら塩をかける。十三夜。なんで知っとるの？あんたが言っとったよ、さっき。十三夜だよ。で、あの栗ご飯炊いてんの。塩味少ない。もうちょっと塩があって、ね。冷めると塩、あの、あれになっちゃうでね。おいしい。塩味だよ。あの、こんな、あの砂糖とかない。うまい。ほんで、塩振らんでいい？うん、上ごま塩かけて。うん、それぐらいの感じでいい。じゃあこれみんな入れて持ってって、うん、まずは確かに